校舎講談実行者敷地本日ここに那須田栄一東京都知事小池百合子元防衛大臣をはじめとする各自治体の皆様各都道府県防衛協会協力諸団体の皆様など多数のご臨席を賜り、さらには多くの区民の皆様のご来場をいただき、第一弾、創立54周年並びに、練馬駐屯地創立65周年の記念式典を受講できますのは、大変一度大きな喜びとするところで、心から感謝申し上げます。第一弾、および練馬駐屯地の歴史と伝統を築き上げられてこられた諸先輩方、平素から我々の活動に対するご理解のもと、さまざまな形でご支援をくださった皆様方に対し、深く敬意を表すとともに、心から感謝申し上げます。また、総裁以来、志半ばで殉職された隊員の御霊に対し、哀悼の誠を捧げます。舞台よしませ。せげさせさて、大変諸官、我が国を取り巻く安全保障環境は、北朝鮮の核実験や、度重なる弾道ミサイル発射等の挑発行為、さらには中国及びロシアによる軍の近代化と、その活動の活発化に見られるように、より一層厳しさと緊張感が増している。これら厳しい安全保障環境へ対応し、国内においては、首都直下地震、南海トラフ巨大地震、あるいは昨年生きた台風18号による関東東北豪雨のような大規模な自然災害など、いつ生きてもおかしくない各種災害に対し、迅速かつ適切に対処することが今求められている。また、積極的平和主義の理念を踏まえた国際平和協力活動への派遣等、我々自衛隊が果たすべき役割と、その重要性はますます増大しているが、事態を未然に防止すること、万が一事態が生起した場合は、その被害を最小限にすることということに変わりはない。国内では、我が国の主権と領土、領海、領空を守るための体制の整備、並びに各種災害への備え等に対し、我々自衛隊に対する国民の期待は極めて高く、今般の安全保障関連法の施行に伴い、各種事態に即応し、かつ実効的に対処できる実力が今まで以上に求められているものと認識する。このため、陸上自衛隊は真に戦える組織に変革すべく、総裁以来の大改革に臨んでいるのは諸官承知の通りである。もちろん、第一弾は警備地区である茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡など1都6県の防衛警備や災害対応のための運用体制をより一層充実させ、日々連覇を重ねつつ、この大改革の先駆けとなって進まなければならない。この情勢認識のもと、私は真に戦える第一弾を具現化するために挑戦せよ、徹底せよ、団結せよを所管に残した。挑戦せよは、国家国民の負託に応える正教な答えを作るため、所管一人一人が具体的に何をすべきかといった一段高い目標を確立し、これを達成すべく、飽くなく挑戦をすることを所管に要求するものである。徹底せよは、各級疾患の人が1単位まで徹底され、命じられたことが確実に実行されることである。これこそが国民の皆さんに目に見える形で安心感を持っていただくことのできる具体成長性を示すバロメーターであると心得よう。団結性は
皆が力を合わせれば何事も成し得ることを意味するものである。そのため、今まで以上に互いの信頼関係を深め、地域との信頼を深め、一致団結してことに当たらなければならない。かつてダーウィンがその著書、種の起源で述べているように、我々は変わらなければ生き残れないのである。情勢は現状に安住することを許さない。そのために我々は絶えず挑戦し続けるとともに、その成果が確実に実を結ぶよう、一致隊員まで徹底し、団結して前に進まなければならない。長官、いかなる困難な任務も、我ら集いて、一人一人力を合わせ、心を一つにして、任務を遂行していこうではないか。部隊気をつけ。キャプテン今回ご来場の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。私たちは東京をはじめとする一都六県の防衛警備任務はもとに、大規模災害にあるいは国際平和協力活動等いかなる事態へも即応できるよう日夜訓練に励んでおり、この政治経済の中枢である第一警備地区を担任する手段として今後手段の何を始めよう、国家国民のために自らの命を懸けて与えられた任務を果たす所存であります。このためには平素からの確たる備えが必要であり、米軍はもとより警察消防等の実力組織や都県市などをはじめとする自治体や関係機関の皆様との連携強化が極めて重要であると認識しております。加えて我々の使命感の根源は真理であり、忠誠であり、仁愛であり、そして正義であります。我々は自らの命よりも大切な美しい日本の平和と独立を守るため、すなわちことに臨んでは身の危険をも顧みず、自分の命を捧げることも覚悟して国民の負託に応えることを誓っております。どうか皆様におかれましては我々の活動に対し、これまで以上のご理解とご協力、ご声援を賜りますよう、心からお願い申し上げて祝祷します。平成28年7月10日、第一三省、副省、西広森。実行者、砲弾。